福岡さんと埼玉グルメ第2弾ですけどね、出ました、マス屋のチャーハンです。これがカツカレーです。これ唐揚げ、唐揚げです。重こんな大きい、これはやばい、最強の店見つけました。花輪チャンネル、どうも花輪でございます。今日はですね、もう僕がずっと行きたかった激うま町中華紹介しますね、ボリューム満点リーズナブル、そちらのお店がこちらです、もう自宅兼店舗、普通のねお家みたいな感じですけどもね、この時間はだいぶ今ね空いてるんですけど、もうめちゃくちゃ混んでる店ね、福岡さんめっちゃ混んでます。ここ混んでますか、駐車場止めらんないぐらい、今急に喋りましたけども、あのこれ福岡シリーズ第2弾ということで、あ、福岡シリーズ、埼玉シリーズ第2弾埼玉県に住んでる福岡さんと今日は来てますけどもね、福岡って名前がちょっと紛らわしいんで埼玉って言うことですね、よく言う、ふっくんと行く埼玉グルメという感じでございますけど、こちらね、はい、こちらの名前がこれですね、松屋食堂さん、大人気のお店でございますけども、入っていきましょう。なんか奥にね、怖がりがあって、ここを見かけてきたんです。行きましょう。じゃあ、行きまーす。失礼します。あ、こんにちは。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 お願いします。花輪チャンネル。さあ、入ってきましたね。いやー、この奥があるんですね。本当にあの、お家の中で食べれるような、ね、感じでございますけども、楽しみですね、これは。そうですよね、なんか雰囲気ですね、店内すごいめっちゃ混んでますね、やっぱね大人気だね。あの、今ナックファイブでトブフォーっていうラジオやってるんですよ教えて埼玉ってコーナーがありまして、はい、そこでこのいろんな市町村ごとにピックアップしておすすめのあの場所とかをこう教えてもらうんですよ、リスナーさんから、はい、で、こちら松屋食堂さんめちゃくちゃメール来て、はい、で自分でこう見てたらうまそう、絶対今度北本来た時は来ようと思ってたお店ですね、はい、はい、これでよかったですね。いや本当に、はい、やっぱ一番ね美味しそうだったのがね、やっぱチャーハンで、これあの結構デカ盛り系ですよね、デカ盛りで結構有名ですよね、有名ですね。あと唐揚げ、唐揚げがね、大きくて美味しそうだったんですよね、全部美味しそうだったんですよ、うん、今日はもうめちゃくちゃ食べようかなと思ってますので、はい、もしかしたら俺は全部食べちゃうかもしれないですけど、ね、結構な量だと思いますけどね、ねー、ラーメン系も行きたいですよね、もやしそば、はい、か、あ、そうですか、頼まれて、あ、本当ですか、今日はあの、チートデイなんで、チートデイ、はい、がっつり行きます。あ、どうもこんにちは、すみません、今日はよろしくお願いします、ありがとうございます。大人気ですね、あの実は前からずっと来たくて、なんかラックファイブでやってもらったみたいな、あ、そう、はい、そうなんです、うわ、嬉しい、ハブ4でラジオ聞いて、あ、ありがとうございます、そうなんですよそれであの、いろんなおすすめメニューを皆様から言われてて、はい、今日もうがっつり食べようかなと思うんですけど、まずあのチャーハン言われたんですよ、チャーハン、唐揚げ、餃子、ラーメン系だと何が一番人気なんですか。もやしラーメンって言われたんですけど、あ、もやしそば結構出ますね、あ、じゃあもやしそば行きますかね、はい、ただそこのお客さんが食べてるカツカレー激うまそうなんですけど、ね、よく来られるんですか、たまに、うまそうですねそれ、美味しいですか、美味しいです、食べるんですか、カツカレー、あ、ここのカツカレーは結構いい、やばいな、そんなこと聞いちゃったら行きます、行きましょうか、俺、大食いなんですよ、はい、カツカレーもじゃあ、はい、すいません、うわー楽しみだ、こんにちは、どうも、写真とか撮っちゃう、あ、どうぞどうぞどうぞ、いいですよ、ありがとうございます、あの、200枚まで大丈夫なんで、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、ちょっと帽子かぶっちゃったんですけど、埼玉ポーズ、ありがとうございます、飛んで埼玉、ぜひ皆さん、すぐまたやるんですよ、あ、本当ですか、そうですよ、見たんですよ、歌歌ってるんで、ぜひ 見てください、ね、そうそう、花輪チャンネル、おかみさん、いいですか、お話聞いて、はい、何年目になるんですか、そうですね、こっち来てからはまだ
全然まだじゃないですか。40年近くてまだってなかなか使わないですけど、さすがですね。それ前違うところでやられてたんですか。そうなんです。すぐそばに団地があるんですけど、そちらの方で。ここでやってて。20年ぐらいで。ここにお住まいなんですか。そうなんです。あ、じゃあ自宅兼店舗で。そうなんです。ああ、そうですか。もう大人気 で今日花火大会。そうなんです。そこにちょっと今日でやるんですよ。あ、そうなんですね。それもあってこっちへ来させてもらいます。お常連さんで。毎回何食べるんですか。いつもチャーハンですよね。そうね、チャーハン、唐揚げが一番多いんですけど、いろんなメールの中におかみさんがすごい素晴らしいっていうのは、そんなこともあるんですか。本当に、嘘ですね。おかみさんが優しくて、従業員の皆様が素晴らしいっていうありがとうございます。もしそれが本当なら嬉しいですけど、ありがとうございます。でも量多いですよね。唐揚げも大きいですけど、大きくした理由とかあるんですか。私が小さいの嫌いだから。うん、なるほど。ちょっとでもね、大きい方がいいかなと思って、まあ、ボリューム安定の方がいいですよ、ね、そうなんですよね、おかげさまで。それも人気な理由ですね。花輪チャンネル。この間 YouTube の方のコメントで、はい、花輪さんすごいよく食べるじゃないですか、はい、でもなんか全然スタイルがいいっていうコメントがあって、なんかやってたりする。いや、徐々にやっぱり太ってきちゃってますね。こんだけ食べてたら。 YouTube もありますけども、でも実は YouTube のこういう撮影以外の時はなるべく食べないようにしてますね、うん、なるべく節制して撮影の時にこうチートデイっていうことを形にして爆食いするっていうことをやってるからなのかもしれないですね。で今日はだからこの日のために、昨日も一昨日もだいぶ抑えたんで、冷やをがっつりいったろうかなって感じで、パンパンですね。今回だから福岡さんと埼玉グルメ第2弾ですけどね。前回ね、めちゃくちゃ美味しそうといろんな人から好評なんですけどね、コメントも素敵なコメントたくさんあったんですけどね。来ましたね、はい、うん、そんなに再生回数伸びなかったんですこれからです。これからか。これからです。ぜひ皆さんは前回のうどん籠休みさんめっちゃ美味しかったんで、こちらもぜひとも見ていただいて、このシリーズ楽しみにしていただければと思います。映画翔んで埼玉の公開が11月23日されますけれども、まあそれも相まってかめちゃくちゃ埼玉に仕事で来るということで、埼玉美味しいとこ行こうという企画になってまして、で埼玉在住の福岡さんが、まあ、紹介してくれるとこもあれば、まあ、俺が行きたかった店一緒に来てくれるというね、そういう企画になってますからね。お待ちどうさまー。うわ、来た。はい、どうぞー。うわー、おいしそう出ました。マス屋のチャーハンです。こっちから振っていいですか。はい、これがマス屋食堂のチャーハン。うわ、ボリューム満点ありますね。うまそうだな、これやっぱ。ではもう早速どんどん来るんで行っちゃいましょうか。はい、ではまずチャーハンからいただきます。すみません、お先にシェアしましょうね。あ、いいですか。ありがとうございます。すみません、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。うまっ、めちゃくちゃうまい。一番好きなチャーハン。おいしいですね、パラパラで。いろんな具材入ってますね。やばい、もうめっちゃうまい。失礼しますね。ありがとうございます。すみません。めちゃくちゃもう見ててお腹すきますね。これこれやばいっすよ。多分見てる人もめっちゃ腹減って町中華行きたいと思ってるんじゃないですかね。スープうまっ。スープうまっ。やばいな。うわ、来た、来ました。見てください、これもやしそばと餃子だ。いただきます。めっちゃうまそう。やばいっしょ。これですね。これだよね、うん、これだよ、マジで。もう味付けももう、うん、そう、味付けも完璧ですよね、うん、薄すぎず濃いすぎず、うんうん、ほんとこれ、あ、チャーハンパラパラで
そして餃子も来ましたよ。これ綺麗ですね。また餃子もボリュームがすごい大きいですね、うん、美味しそうな餃子。そしてこれがもやしそば、大人気もやしそば。うわいいな。うわ綺麗ですね。ほら本当に美しいな。いただきます。うわ美味しい。めっちゃうま。めちゃくちゃうまそうに食べますね。もう皮がもちもちですよ。あ、そうなんですね。うわ中のあんも美味しいよ。めちゃくちゃうまい。やべえ、これ本当仕事じゃなかったらビールだったな。そうですね。ね、カレーも来た。カレーがカツカレー。うわーじゃあ、これ普通盛り？これ普通です。ちょっと待ってくださいよこれ。これがカツカレーです。これ普通盛りですよね。うわこれ普通盛りでこれですから。やばいよ。いやカツも分厚いですもんね。うまそう。やばいですね、結構来ましたよ。いやこれいけますよ、もう全然いけちゃう。マジビールだったな、本当はね、仕事じゃなかったら。これは飲みたくなりますね。うん、これはもう餃子でチャーハン、うわ、最高の組み合わせ。うん、すごいもっちりしてて、うまい。もちもちですよね、うん、皮が、うん、あんもすごいしっかり入ってて、うん、美味しい。これこれもやしそばいきましょうか。うわうまそう。あんがたっぷりかかってますね、スープから。うまめちゃくちゃ美味しいわ、このスープ。最高。いろんな出汁の旨味が、麺も、あ、いいですね、この感じの麺。やばい、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。あんに絡まってとろみがあるんで、あっちゃ、熱い。唐揚げでーす。やばっ、ちょっと待ってください。あららら、これ唐揚げ。唐揚げです。これ特別ですよね。いや、普段から。これ普段これ、はい、トーストびっくり。これこの重っ、重っ、こんな大きい。でかっ。すごっ。見て、こっちから見るとほらすごい数だ。これで値段が1000円ですよ。マジやばい。ちょっとじゃあいいですか、いただいて、はい、これレモン、これ一つじゃ足んない気もするけど。よっしゃ、じゃあいきますよ。あ、ご主人。ご主人、すいません。なんかお忙しいなにしちゃって。すごいボリュームですね、この唐揚げ。いや、まさかうちあたり寄ってくれるとは思わなかったです、ね。いや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 、もうずっと来たくて。本当にどうもありがとうございます。最高に美味しいです。ありがとうございます。ありがとう、すみません、ありがとうございます。じゃあいただきます。くれ、すっごい、いい方ですね、ご主人も。はい、あくれ、あったい、揚げたてですね。揚げたてめちゃくちゃジューシー。唐揚げチャーハンですよ。めちゃくちゃうまい。マジやばい。これすごいですね。マジでやばい。パリッパリですよ、外。やばい、やばいやばい。これ絶対頼むべきですね、これ。これ一人で食べきれそうですね。これ無理ですね。お持ち帰りしましょう。
すごいいい音しますね。うん、ではカツカレーいきたいと思います。断面を見ましょう。うわ、こんな分厚いカツが。じゃあいいですか、真ん中いっちゃって、はい、もういただきます。柔らか、おいしい、おいしいんですけど、やば、カレーも一緒に。うわ、カレーも美味しい。濃厚で、本当にあの実家の、はい、お家で食べるカレーだね。最高ですね、うん、最高。勝利連れてきたいな。あ、いいですね、確かに。絶対勝利好きだわ。好きですね。唐揚げ食べた後にとんかつ食べるってね、すごいですね。これは太るぞ。いただきます。うまっ。マジでこれめちゃおいしい。マジでここの店、うん、マジ何回もメール来ましたからね。あ、そうなんですね、うん、おすすめされる理由が分かりますね、うん。うわ、持ち上げ、持ち上げ、うん、からです、はい、うん、これはすごいジューシーですね。ジューシー、うん、近所にあったらもう週一で帰っちゃいますね、うん、週一どころじゃないかな、これだったら毎日ぐらいの、うん、ちゃうかも。東川さんもだいぶ食べれるようになったんですか、花チャンネルで。あ、でもそうですね、昔よりも食べれるような。一時めっちゃ太っちゃったんで、ここ最近だいぶ。どうやって絞ってんですか。結構休みの日に走りに行ったりとか。マジ走りしてます。10キロぐらい走ったりとかして。ええー、はい、ダイエットしてんだ。ダイエットしました。10キロぐらいだから痩せましたね。すいませんね、本当に。あ、いやいやいや、10キロ。まだ走ってんすか。まだ走ってます、はい。なんか最近それが趣味になってきちゃって。すごい、偉い。今度本当フルマラソンやろうかなと思って。えー、どこで。埼玉であるんですよ。へえー、俺もやろうかな。本当にちょっと走りましょう、ぜひ。絶対できないな。よくやるな。でもジム行ってますよね。たまに行ってますね、ジムね。ジムで走ったりとかしないですか。全然しないです。走るのだけは嫌ですね。うん、結構食べましたね。やっぱりお腹いっぱいはなってますね、完全に。ほぼほぼこれ花さん食べましたもんね。うん、これで収穫っていいな。他にも ありそうですね。そうですね、まあ、埼玉だけじゃなくてもちょっと皆さんに教えてほしいですね。ね、美味しい町中華あったらお願いします。全国どこでも教えてください。仕事で行くんで、全国。すごい、行っちゃったよ。食べましたね。めっちゃうまいもんだって。うん、ああ、ああ、やばい。すいません。はい、すいません。じゃあ、これがちょっと食べきれなくって、これお持ち帰りできるんですか。あ、今パック持ってきた。うわ、ありがとうございます。すいません、よかった。やっぱりそういう人はいるんでしょうね。だって、唐揚げすごい出てきたらびっくりしますよね。びっくりしました。ちょっと想像をはるかに超えてたので。いやでも最強、美味しかった。美味しかったです。最強の店見つけました。ぜひ皆様ね、埼玉来た際は、まあこのマスヤ食堂を目当てに地方から来てもいいんじゃないかというぐらいおすすめでございますんでね。やばい、お腹いっぱい。今日はちょっと歌えないかもな。はい、すいません。ありがとうございます。すいません。はい、食の唐揚げはお持ち帰りしたいと思います。ママと勝利とリュウちゃんと、まあ、バーバーも食べるかな。ちょっとあげたいと思いますね。はい、ということでごちそうさまでした。はい、すみません。いや、ありがとうございました。もう最高に美味しかった。頑張ってください。もうこれからも頑張ってください。どうもありがとうございます。また来ますんで。ありがとうございます。最高に美味しかったです。お二人の人柄が最高ですよ。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いい人ですね。やばいな。
大好きなお店ですよ。また行きましょう。また行きましょう。はい、いや、ありがとうございました。ここさんも。